ですね。じゃあ第2回目ということで、うん、なんか読むんでしたっけ。持ってないんだったら全然いいですよ。私の方で読みますね、うん、お願いします。じゃあ最初は挨拶だけ、挨拶というか、まあ、番組始まる話は、うん、話というかタイトルコールをお願いします。はい、ではいきます。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。金曜日11時30分、魂の道しるべ、ごめんなさい、今詰まっちゃった、魂の道しるべ、ソウルパーパスのお時間です。ナビゲーターは森博樹です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お相手は FM 日の佐藤真永と務めさせていただきます。本日も収録ですが、約26分間よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmgino.com です。また FM ギノワンでは YouTube ライブで、アーカイブがご覧になれますので、ぜひぜひ皆さん YouTube もご覧ください。ということで、じゃあまず、第2回目の放送ですが、はい、本日はどうしましょうね、内容。うん、先週ね、野口さんが、僕の森さんの若い頃の話も気になるってね、最後おっしゃってたんで、はい、話し出すと多分これ結構時間かけて、人生のアップダウンがね、はい、激しかったんで、はいはいはい、お話はたくさんあるんですけども、そのうちの前半戦と言いましょうか。はい。はい。お話ししてみようかなと思います。そうですね。ご出身が、もともと、兵庫県。兵庫県で。そうです。なんか、いつから、なんか、結構波乱万丈だったんですかね。比較的安定してたのは、中学校前半ぐらいまでかな。結構もう、義務教育、うん。そうそうそう。そのあたりからなぜか、はい、まあ、環境のせいではないな。多分、何かね、生きづらさっていうか、うんうんうん、思う通りにしたい、思う通りにいかない、もっと分かってほしい、分かってもらえない、はい、うんうん、っていうのが、なんか葛藤であって、はい、で、同じようにね、やっぱりそういう、思春期の頃に同じような思いで、うんうん、先生なんてとか、親なんてとかね、学校なんてとか、を言ってた子たちと、うんうんうん、まあ、やんちゃな少年たちですね。いる時の方が、はい、何かもう自分の居場所、安全安心だなっていう感覚があったんですね。ただでも、その中にいても、はい、常になんとなくね、誰と一緒にいても孤独感っていうのはあったんですよ。中学校ぐらいまでの時は結構なんだろう、活気のある子供だった感じ、ね、そうですね、元気がいい時はね、はい、でもじゃあ誰かといても何かなんだろう、まあ、満たされない満たされない、そう、何かが埋まらない、なんでこんな寂しいのかなっていう感覚がね、はいはいはい、ずっとあって、という高校生もそうで、まあ中学校高校、はい、高校と、まあね、高校はね、割と西宮でも伝統のある学校で、はい、うん、だったんですけども、はい、伝統100年の学校で、すごいでしょ、すごい、伝統100年、なかなか聞かないですよね、うん、すごい学校だったんです。でもそこでほぼ初めてって言ってぐらいの、はい、うん、まあ、学校での成績、はい、先生に反抗したりね、テストをボイコットしたりね、はいはい、何がやりたいのかよくわかんないんだけど、なぜかこう自分を認めてもらえてアピールしたい、はい、その方向性がちょっと違う方に行ってたんでしょうね、はい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 、それで、うん、そういう友達とつるんでるようで、うん、つるんでない一匹狼的なところもあって、お、うん、自分でもものすごく迷いながら生きてた感じですかね、はい、はい、いろんなことやりました。運動もしたし、はい、まあ、あの不良少年っぽいようなね、はいはいはい、僕らの時代は結構流行ったんですよ、ヤンキーがね。はい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 。をやってみたりやるんだけども、うん、なんか自分、本当の自分って何なんだろうっていう問いをしてたように思います。うんうん、なんか今思えば、なんかあれが原因だったなとかっていうのは分かるんですか？父親に小学校の頃はすごいこう可愛がられた印象があったんですよ。はいはい、長男でね、うんうん、野球も教えてもらったり。はい、昔なんだけども、
旅行に連れて行ってくれたり、はい、旅行ったってね、夏休みに一泊で近くの海ですけども、うん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 、そういうのが子供心ですごい嬉しかったんだけど、ある時その父親の、お酒の問題とかね、はい、酔っ払ってその大きい声を出すとか、母親と喧嘩するとか、はいはい、そういう姿を見るようになって、うん、父親がだんだん嫌いになるわけですよ、うんうんうん、で当然人ってこっちが嫌うと向こうもね、はい、壁張ってくるじゃないですか、はいはいはい、でそっから父親とのまあ僕が壁作ったんでしょうけども、うん、何か見捨てられるような恐怖とか恐れとか寂しさとか、はい、そういうのがあって、うんうんうん、父親に対する反発っていうのも多分あったと思いますね。おー、じゃあ親子なんか親子関係で一番なんか幼少期密接だからなんか、うんうんうん、確かに、うん、その関係って大切かもしれないですね。そう、で後で母親に聞くとね、うちの親父はまあ元々口の達者な方じゃないんで、はいはい、寡黙な人だったんだよね、うんうんうん、だんだん僕が思春期になってくるとその言葉で教育するより、はい、自分の親の後ろ姿を見せればいいんだっていうような教育方針だったよって聞いて、はい、僕も子供頃そんなの全然気づかないから、はいはい、無視されてるとか、あ、なるほど、嫌ってるとか、うんうんうん、妹二人いたんだけども、はい、当然、うん、妹の方にこう父親構うんでね、はいはいはい、それに寂しさを、まあ、勝手に募らしていった感じかな、うんうんうん、それが不安が恐れになり恐れの、うん、吐き出し口がちょっとそうだんだんね態度に出ていろんなもうだからこっちを見てくれっていうようなアピールだったんでしょうね。あ、でもそれでも父親は男のそのやんちゃなんてはしかみたいなもんだと、はいはい、ほっとけばいずれね、うんうんうん、あの冷めるもんだっていうふうに言ってたのが、それはやっぱりやっぱりそれも伝わらなくて、はい、うん、何をやっても父親とことん無視するんだなっていうので、うんうんうん、エスカレートしていったっていうのもあるのかなと思いますね。あ、なるほど、うん、なんでやっぱり、うん、高校生になってバイクを乗り回したり、この派手な格好をしたり、うん、やるわけですよ、タバコを吸ったりね、はいはいはい、それで父親が昔の父親じゃない、まあ、うん、僕もまだまだ子供だったんでしょうね。なんか全然伝わらなくてね、うんうんうん、それでいろんなことを試すんだけど、それでも振り向いてもらえないっていう寂しさを抱えてたと思いますね、はい、あ、いや、そっか。私もなんか物の反抗期ってなか、うん、なかった、うん、はい、分、うん、なんか妹が、私もいるんですけど、妹が結構反抗期がすごくて、はい、なんか自分の気持ちをどう伝えていいかわかんなくて、その反抗期って一応自分の気持ち伝えてるじゃないですか。これは嫌だみたいな、はい。なんかそれがなかなかできなくて、逆になんかどうやって伝えればいいんだろうってずっと結構悩んだりとかしてたんですけど。じゃあ反抗してる妹がある意味ちょっと羨ましかったり。羨ましい。まあ言いたいこと言ってる。言いたいこと言ってるからな。そうそう、なんだろう、結構自分の道をね、進みたいから結構対立するじゃないですか。うんうんうん、なんか羨ましいなと思いつつ、うん、妹がまさに同じこと言ってました。へ、兄ちゃん、妹はやっぱりこうね、あまり反抗期がなく、はい、スポーツ一生懸命やって勉強もね一生懸命やって、で僕は3年で妹が1年だったんだけど、はい、やっぱり森先輩の妹って言って周りのね人たちが挨拶に来たりするらしいんだけど、でも妹は真面目ちゃんだから、はいはい、で兄ちゃんはあの好き放題やってね、なんかもう言いたいこと言ってね、羨ましいみたいなこと言ったけど、うん、多分そっちの派、そっち派だったと思うんですけど、でもその、まあ、ちょっとぐれちゃった時期から、うんうん、なんか自分が大変になるまで、はい、もうずっとそんな感じだった、うん、そう、それでね、やっぱり気づくんですよ、僕結最初の結婚早くて、うん、ね、その時はね、こう男たるもの、はい、その体に汗して家庭を守るっていうのにこう美学を覚えたんですよ、はいはいはい、なので当時はそう、あの働く美徳っていうのがね、はい、あったから、今でこそあんな働き方したら本当にブラックな働き方だけども、はい、うんうん、休みもなく、はい、深夜まで、その時はね肉体労働、トラックに乗ってみたり、はい、うん、工事を手伝ってみたりね、はいはいはい、そんなことをやって、うん、日当でお金をもらうわけです、目の前で。はい、でそれがね、でそれを持って自分の愛する、まあ、奥さんですね、
にお金を届けるっていうのはすごくこうね、生きてる感があったんですよ。うんうんうん、でそれをやってたんだけども、でそのうちに父親、子供ができて、20歳、21歳の時に、最初の子供ができまして、それをきっかけに、父親のところにね、久しぶりにこう会いに行こうと。はい、父親にとっては初めての孫。そうですね。うんうん、僕にとって最初の子供。うん、でこれをきっかけに、まあ、餌にするわけじゃないんだけども、父親との和解、これができたらいいなと思って。はい、で、行ったんですよ。で、うまくいきまして。あ、初めて喜んでくれた。もう、言葉はあんまりなかったんだけど、はいはい、ニコって笑ってね。でその日初めて晩酌したんです。父親と。はいはいはい。で、後に母親が、あなたのお父さんの夢が二つあったと。はい。一つは、長男、僕が成人して、うん、親子でこう、酒を酌み交わす日、うんうん、そういう日が早く来たらいいなっていうのはよく言ってた。うん、で、その時に、孫がね、いたらなおさら幸せだなっていうのを言ってたって言うんですよ。だから本当に、その時にね、僕が21歳の時に、その二つの夢を、同時に叶えることができて、はい、それはやっぱりね、表情に出てたし、嬉しそうな表情だったんですよ。おー、なんか後から聞くっていうのはまたあれですね、本人からではなくてお母さんから聞くっていうのも、そう、ね、これにも理由があって、うん、本当に父親との会話がね、ない時代が多かったんでね、はいはい、でお互いこうもっと知りたい、分かりたいっていう思いがあったんでしょうね、うんうんうん、それがなんかお互いこう話せなくて、はい、でね、その和解した3ヶ月後に、はい、日航機の事故、ご存知ですか、あの、須高山の、はい、550何名がね、亡くなった、はい、あれに乗り合わせてて、え、お父様の、そう、そう、和解したたった3ヶ月後に、はい、もう急に亡くしたんですよ。そう、これが最初の波乱万丈。はいはいはい、うわ、それはなんていうタイミングですよね。そう、うん、本当になんか、なんていうタイミングなんだって、ね。これから、ね、まあ、これからね、仲良くなれる。そうなんです、うん。それまでやっぱりね、反抗したりしたことも、後悔反省してね、はい、これから父親と、やっぱり親子の縁をね、取り戻すんだと思った矢先、はい、こんなことがあったから、まあ、おっしゃられたように、本当に自分の、人生とか、運命とか、なんかね、はい、うん、なんでこんな風になるんだろうとか、恨んだり、うん、後悔したり悔やんだりだったんですよ。うんうん、あ、なんか申し訳なさというか。申し訳なさもあった。はい。それがね、本当に悔しくてっていうのがありましたね。で、その後、やっぱり、当時父親が勤めてた会社の社長が、はい、お前の父親のやり残した仕事をね、はい、継いで手伝わないかって声かけてもらって。はいはい。で、僕は、うん、そっから、その別の世界にね、今までこう、肉体労働して、体に汗して、働いてっていうことではなくて、父親のやり残した仕事、はい、家具を輸入して、ヨーロッパから輸入して、日本のに納品するっていう仕事を途中でやめてた、終わってたんですね。はい、それをじゃあ、分かった、継ぎますっていうので、東京に行ったんですよ。はい、ああ、それでじゃあ家族で東京に。最初は一人ですね。一人で。ああ、うん、そうなんです。ちょうどあの、阪神タイガースが最初に優勝した時。へえ。もう生まれるずいぶん前だと思いますけど。はいはいはい。あれで阪神タイガースがね、のファンが、もう元気良すぎて、はい、柄が悪いなんて言われてね。関西弁が東京にね、はい、営業職で行ったんで、はい、関西弁をまず直せっていうところから始まって、タイガースさんはこうね、元気すぎる、やんちゃすぎるって言われて、はい、あ、そんなイメージがあったんですか。そんなイメージあったんですよ。道頓堀飛び込んだりね。はいはいはい。そう、なのでまず営業するにはそのイメージが悪いから、はい、標準語をね、はい、喋れっていうので、そこから始まって、結構大変ですよね。そう、イントネーションはね、うんうん、関西人ってずっと関西弁ですからね。ですよね。割とね。なんか私の沖縄の友達も関西行ったら関西弁になって帰ってきました。なんか結構強い。強い、癖がね、強いから。そっから始まって、うん、まあ、頑張るわけですよ、一生懸命ね。はい。父親のやり残した仕事をやるっつって。
で、それがちょうどバブル前。うん、で、バブルになって、調子に乗るわけですよね。やっぱガラッて変わる。もうね、金銭感覚がまず、もう踊らされた感じ。うん、でそんなにね、僕はまだ26、27ぐらいになってたのかな。はいはい、まだまだね、社会では、まだまだ、はい、経験が浅いのに、はい、もうその気になって、うん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 、やってましたね。その時の働き方は、うん、本当に、まあ、今回のタイトルじゃないけど、あの魂に基づいた働き方かっていうと、はい、全く違って、うん、今の言葉で言うライスワーク、金、お金のため、食べるため、で自分の欲を満たすため、はい、いいものを着たい、美味しいものを食べたい、うん、美味しい酒飲みたい、遊びたい。そのためには、稼がないといけない。稼ぐには、本当はね、自分が手掛けてる、売ってる商品、サービス。はい、それが自分が本当に惚れ込んで、うん、自信のあるものを価値提供するっていうのがね、はい、本来だと思うんです、ビジネスとして。うんうん、その時はもうね、自分がその商品をどれだけ知ってるかよりも、どういうふうに売ればいいか。どういうふうにすれば利益が出るか、はい、そっちばっかりこう追っかけてたんで、うんうん、今思えばそうですね、ビジネスをやる人としては、うんうん、だいぶデタラメなことやってたなと思いますね。うん、でもそれでも、うん、遊ぶ金、飲みに行く金はできるわけですから、はいはいはい、まあ、それは僕はもうバブルのあの時の亡霊だと思ってますけど、それでちょっと勘違いを起こして、うんうん、だんだんこうお酒の問題とかね、自分の依存の問題がだんだん出てくるわけですよ。ああ、もう、そっか、その時はもう分からないというか、踊らされる感じ。ですよね。うん、周りにね。依存症の方たちって多分、そういう、なんか、踊らされるっていうか、そう。うん。まあ、目の前の環境とか、そういう、まあ、嫌なこととか。うん、きっかけわからないんですよね。うん。うん、そう、嫌なこととかね。だから、うん、壁をね、自分の壁とか、うん、やっぱり乗り越えないといけないこととか、ストレスとかって絶対あるわけですよ。そうですよね。ね、10代からね、生きてたらね。うん、それを、我々依存症になるような人は、白筆で乗り越えて、白筆で乗り越えることによって、こう、人って成長していくんだけども、うんうんうん、当然、こう痛みを感じたりね、壁を感じたり、はい、うん、それを乗り越えて、よし、これを乗り越えた、人として、人間として成長した、うんうんうん、っていう自分の肯定感とか、自分の価値観とか上がっていくわけなんですけども、はい、我々はその、今嫌な感情とか、今嫌な気持ちとか、それをなぜ変えたいのに、酒を酔っ払ってみたり、うんうん、他の依存物質で気分を一瞬で変えたり、うん、っていう方に、のめり込んでいって、うんうんうん、自分の自力で壁を乗り越えるっていう方を避けて通ってたなと思いますね。はい、あ、でもなんか、あ、人って絶対なんかそういうのなんかなんだろう、短期間で痩せれるとか、あ、ね、なんかそういうとちょっと短い期間で、うん、なんか自分のその嫌な部分を取りたいとかっていう、うんうんうん、なんかず多分人間誰しもありそうな、うん、そこはね、なんかいざ自分がどう進むかが、うん、たまたまね、うん、なんかお酒じゃなかっただけとかっていうのもあると思うので、うん、でもやっぱりじゃあそのクリニックに来る方とかも、うん、まあ、結構理由様々なんですね。様々ですね、うん、でもやっぱり共通して持ってんのは、僕がこの10代の時に感じてた、はい、得体の知れない孤独感、寂しさ、うんうんうん、寂しさの病みたいなものは抱えてる人がやっぱりね、多い気がします。うん、なんか、あ、そっか、気づけないから、うん、そういう依存症にまで発展しちゃうんですかね。うん、自分自身に多分、これが原因だって分かればなんとなく。うん。あの、思ってらっしゃる方もいらっしゃいます。あ、そのトラウマとしてね。うん、その、すごい大きい傷を受けて、うん、あるいは、分かりやすい例で言うと、例えば、あの、ベトナム兵、はい、ベトナム戦争の時のアメリカ、はいはいはい、の人たちが、ほとんど戦場でね、はい、あの過酷な、うん、もう目の前で起きるこう殺戮の風景とかね、はい、自分が敵と戦わないといけない、目の前でさっきまで一緒にいた友が亡くなっていくとか、う
で、それを麻痺させるのにやっぱりトラックをね、はい、使ってたっていうんですよ。あ、そうなんですね。その痛みから麻痺させるとか、うんうんうん、でも不思議なことにアメリカからの帰還兵、あ、ベトナムからの帰還兵の人って戻ってきて幸せで安心な家庭、はい、待ってくれてる家庭に戻ったら依存症にならずに済んでる人が多いんですよ。あ、そうなんですね、うん、これはどういうことかっていうと、やっぱりその自分の居場所、うん、自分が安全安心で、はい、守られてる自分の居場所がある人っていうのは、うん、多分その痛みが愛とか家族とかに包まれて自分がそれをね体感できるから、はいはい、他のもので別に満たさなくても、うん、まあ、痛み止めみたいに使うんでね、はいはいはい、酒にしてもドラッグにしても心の痛み、うんうんうん、っていうのが、うん、あるアメリカの研究者がそういう発表してて、そうなんですね、うん、それとっても分かりやすいなと、だからなんか、まあ、メンタルってこんなになんか左右するんだなって思います。薬、ね、同じく薬を受けても、うん、依存症になる人ならない人っていうのは、そうなんですよ、うん、でもなんかそうなんですね、うん、それはちょっとびっくりな研究結果ですね、うん、そう。ということでお時間がですね、うん、もうそろそろ迫ってまいりました。はい、じゃあ今回は28歳ぐらいまでお話ししましたね。そうですね、まだちょっとどうやって解決に向かうんだろうっていうのがまだ見えてないので、ちょっと次回はそのお話をしたいと思います。はい、わかりました。はい。はい、では本日はこの辺で失礼したいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ来週は生放送で大丈夫そうです。はい、もし11時半ね。あ、11時。